にちは、富岡です。今回も最後までご視聴いただければありがたいです。よろしくお願いします。ということで、今日はこの3つ、ちょっと並べてみました。これはもう全部同じに見えますね。でしょ。はい。ということで、一応ね、説明していきます。こちらが CLA、 はい。でこちらが GT、 はい。フォードアクーペで、奥が CLS です。はい。ちょっとグレードは後から言うんですけど、この3つ皆さん見ていただいた通り結構似てると思うんですよ。で最近のメルセデス・ベンツの顔が、こういう感じでね、前と違って逆三角形で非常にシャープな、最近の SL とかもそうじゃないですか。はい。そんな感じでね、顔が統一してきたので、ちょっと並べてみました。で今この3台並んでる車なんですけど、全部お客様の注文いただいたお車です。おお、はい。ということで、まず一つ目、今回動画でお伝えしたいことが、ここ最近ですね、中古車の相場が少し、下がってきております。はい。なので、私どもからもお客様にちょっとね、カーセンサーグーネット探されてる方いろいろ見ておられると思うんですけれども、以前結構高かったじゃないですか。高かったですね。それに比べるとご案内しやすくなったかなと。でそれに応じて、おのずとね、今注文、こんな車探してほしいなとか、こんな引っ張ってこれるかなっていうお声掛けも、おのずとありがたいことに増えてきております。はい、はい。で一応ね、説明しておきます。はい。奥の CLS、 こちら53です。はい。 AMG ね。で、福岡県、なんと福岡県、はい、福岡県のお客様からいただいております M 様。はい、はい、誠にありがとうございます。ありがとうございます。でこちらが、大阪府のお客様で S 様です。 S 様、はい、いつもありがとうございます。ありがとうございます。でこちらが、奈良県のお客様で Y 様です。はい、はい。で S 様はね、以前からお世話になっているお客様なんですけれども、両サイドのお車に関しては、一元のお客様で、動画も見てくださっている方で、注文、今回、富岡さん、こんな車欲しいんだけどっていうお問い合わせからプラさせていただきました。はい、はい。なのでね、皆さんもぜひ、注文、最近結構ね、増えてきてます。ご案内できる、ご提案もね、たくさんできるので、お気軽にご連絡ください。でこの3台注文いただいたお車並べたんですけど、さっき冒頭で似てますよねっていう話しましたけれども、両サイドの車に関しては、もうこれ5納車前の作業、カスタムは終わってます。はい。で両方、これね、パナメリカのグリル交換して、キャリパー塗装も完了しております。はい、はい。でこの GT はね、今から細かいところカスタムしていくんですけれども、皆さんね、ぜひ、5納車まで今しばらくお待ちください。はい、はい。でちょっとね、軽く、紹介していきますね。はい。でこちら CLA、200D です。はい、はい。だからベースとしては AMG ラインなんですけど、ディーゼルのお車です。はい、はい。なんですけど、ディーゼルのお車で、これだけシャープに作れると。でここから、お客様はね、今回パナメリカーナグリルと、テーラストブレーキと、あとはキャリパーの塗装とか、そんなをしていただいたというところなんですけど、ここからさらにね、例えばですけど、ホイールを交換するであったりとか、フロントのリップスポイラーつけるなりすると、さらにね、本当に違う車かなっていうぐらい、イメージがガラッと変わって、すごくかっこよくなるので、そういった提案もさせていただけるんで、ぜひね、CLA お乗りの方、ぜひともですね、お気軽におっしゃってください。はい、はい。でこちら GT ですね。このね、S 様、実はここから細かいところ、色塗り分けしていったりとか、モールをね、ラッピングしたりだとか、ちょっと結構ね、かなりの金額をかけて今からカスタマイズしていくんで。なるほど。そうなんですよ。これも楽しみにしてください。はい。で例えばですけど、この車だったら、先ほど言ったフロントリップもそうなんですけど、ホイールをね、後々交換したりだとか、もちろんね、鋳造はよく買えますけれども、単造のホイールもお求めやすい金額で、そろそろですね、ご提案できるんじゃないかなというところにも来てますんで、またぜひね、皆さんその辺もお気軽にご相談ください。はい。
で、こちら、M 様、もうし、今しばらくお待ちください。もう少しでね、こちら、福岡県に向けて出発する直前でございます。で、今回ね、キャリパーの塗装、オレンジゴールドでさせていただいて、テイラスのパッドももうさせていただいてます。で、このお車ね、53なので、もちろんね、このままでも十分かっこいいです、正直。はい。はい。でもパナメリカのグリーンになって、もうキャリパーも塗装して、っていう形で十分だと思います。ただし、ここから例えばですけど、もし、プラスでご提案ってなると、先ほどの GT もそうですけど、CL もそう、フロントリップつけるであったりとか、ホイールを交換したりだとか、まあ、例えばトランクの、スポイラーを、もう少しね、ちょっとつけてみるとだとか、っていうことをするだけでも、本当に変わるので、まあ、その辺もね、お気軽にお問い合わせいただければいいのではないかなと思っております。はい。はい、では、前から見てると、結構めちゃくちゃ似てますよねって話したんですけど。はい。後ろ、まあ GT は若干違いますけど、後ろも結構似てません。そうですね。かなり似てますね。このベンツマークが、まあ、トランクの真ん中にあって、こんな感じですね。まあ、GT はちょっとシャープなテールですね。そうですね。これテールがね、こうキュッと上がっていて、まあ前の方に比べてだいぶ薄くなりましたよね。そうですね。テールが。はい。で、ディフューザーが下について、まあ、向こうの2つは、4本出しの。はい。マフラーカーになります。で、CLA のお客様も、まあ、例えばですけど、ここから4号ルックでやったりとかもできますので。はい。はい。その辺もね、マフラーカッター変えるだけでもね、この見ていただいた通り、向こうの、こんな感じの見た目に交換することも可能なので。はい。これはね、結構おすすめです。はい。CLA です。CLA。なので、まあ、もちろんね、金額は、この3台今並べましたけど、まあ結構違うんですよ。はい。まあざっくりですけど、今、ディーゼルだと、まあ大体400万から500万くらい。はい。で、向こうで行くと、まあ大体、まあ900万前後くらい。はい。で、まあ GT43 で行くと、まあ大体、まあ走行距離もありますけど、まあ1000から1300万くらい。はい。っていう形になってます。なので、まあ皆さん、このね、最近の、ものすごい人気の、全部4ドアのクーペ。はい。はい。皆さん、これはね、お好み、分かれると思うんですけど、もちろん予算もあると思うんですけどね。いかがでしょうか。はい。はい。はい、ということで、注文、最近増えてますよっていう一点と、あとは、いつもご提案させていただいているところから、まあ、プラスですね、単造のホイールであったり、まあもちろん鋳造もそうですけども、まあホイールのご相談であったりとか、まあ気軽にですね、プラスアルファリップスポイラーつけたりだとか、まあカスタマイズの、ご案内もたくさんさせていただけますので、まあ、お気軽に、この2点、お問い合わせいただければいいんじゃないかなと思います。はい。はい。では、今回はですね、この CLA、CLS、GT、フォードアクーペと、結構ね、顔が似てる3台を並べて、ご説明させていただきました。皆さんもね、結構今ね、こちらもね、押してますよっていうところ、お伝えした通りですので、まあ今お乗りのお車、まあどれぐらいなのかなであったりとか、まあ気軽にね、買い取り下取りのご相談も、たくさんいただければ、まあ、次、新しく購入するお車も少し下がってきてますので、欲しいなっていうお気持ちがあれば、今正直、乗り換え時期だと思いますので、ぜひともね、お気軽におっしゃってください。それでは、以上となります。次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。